ビー玉レース、550メートルコース、ミスターツルキカップ争奪戦。本日、歴史に残る第1回目の競争が行われます。天候は晴れ、気温はマイナス2度、風は東に1メートルです。実況は私ミスターツルキカくんが担当します。各級スタートゲートに着きました。間もなくスタートとなります。さあ始まりました。ミスターツルキカップ争奪戦。全球勢いよく加工していきます。なお、ここでは右にいる玉ほど有利になります。青、黒、右側をキープできるか、全体的に左側に寄っています。第1ゲートに到着しました。ただいま、右から順に、ピンク、青、オレンジ、白となっております。ここから第2ゲートまで2回の、ターンがあります。第1ゲート開放しました。ピンクを追い越し、青、少しずつ差を広げます。3番手接戦、矢印に触れるとその方向に、加速します。最初のターン。ここでオレンジ、上に弾かれ失速、黒は平らな足場で勢いを失ってしまった、早くも脱落か、紫、じわじわと順位を上げる、間もなく2回目のターンですがここでは素早い着地が重要です。ピンク、遠くに飛びすぎ2番手を白に譲りました。赤い矢印で急加速します。黒は間一髪で停止を、免れましたが大きく遅れてしまいました。ここからは前半で最も、スピードの出る場所です。各球、ダイナミックに落下しバウンドします。勢いが足りないと脱落となります。青、白、ピンク、第2ゲートを叩きました。紫、わずかな隙間を見つけて青の手前に、現時点で、右から順に青、紫、白、ピンクです。第2ゲート開放し、黒も時間ギリギリで追いつきましたが、最も不利な位置です。加速する青、このまま1位を死守できるか。ここからは、いよいよ予測不能のピタゴラ地帯。オレンジ、ドミノに挟まれ動けず、ピンチか。いや、バウンドしてトップに上り詰めました。右側のピタゴラ装置は順調に、動作中。緑、ポジション悪く、ライバルに先を、譲ってしまいました。この装置は途中の足場を消し、後方集団に復活のチャンスを与えます。現在、1番手にピンク、2番手にオレンジとなっています。ピタゴラ装置は終盤に差し掛かりました。間もなく水色の足場が消えようとしています。黒、紫、惜しくも落下できず、緑は唯一近道に成功し、現在3番手です。第3ゲートに到着です。ここから先はレースも終盤、現在最も有利な位置にいるのは、ピンク、序盤好調だった青は7番手です。さあ、第3ゲート開放し、ここから一気に加速し、ゴールまでノンストップとなります。かなりの接戦になりそうです。ピンク逃げ切れず、残り100メートル、追い越しもクロムピンク、残り30メートル、緑飛び越す白、ゴール。歓声に包まれ、ツルキカップを制したのは一等身の、ピンクボール。リプレイとビデオ判定に、移ります。第3ゲートではトップだったピンク、一度先を越されるもジャンプ力で、1番手を奪い返しました。緑は高くジャンプできず、惜しくも3位。5、6、9審査で決着しました。順位が確定しました。1位、ピンク、2位、白、3位、緑、4位以降はご覧の通りです。練習ではうまく飛べなかったピンク、本番では見事にスランプを乗り越えました。ピンクには後ほどトロフィーと、景品、プレミアムうまい棒、が、贈られます。以上、ミスターツルキカップ争奪戦でした。